ゆいの小部屋へようこそということで、今回から新たにゆいの小部屋という新しい企画が始まります。何をやるかと言いますと、日々の小ネタをね、なんか動画一本にする感じでもないなみたいなのってあるじゃん、普段生きてて、でそういうの寄せ集めて Vlog とかも作ってたんだけど、なんかやっぱ私たちの動画って長いじゃない、Vlog とか撮ると、だからもっとサクッと 4,5 分で見れるような動画をこう頻度高く、更新していきたいなと思って、前から考えてたんだけど、なんかクスッとね笑える小ネタだったり、こういう届いたものだったり、なんかいろんな小ネタをこれからねこまめに投稿していきたいということで、記念すべき第1弾はこちらの Amazon で何を買ったのか購入品紹介をしていきたいと思います、最近ちょっとね備蓄に本気を入れてるの、私今前から本気だったんだけどより一層ちょっと危機感を持ってね、備蓄をちゃんとしなきゃいけないなって最近また新たに思ってきて買い足しました。で買い足したんだけど、やっぱね味がわからないものを2ケースも3ケースも頼むわけにいかないから、今回は試作品っていうか味見編、これが美味しかったら私はケース買いするぞという、はい。でまずね、これにはストーリーがあるからこれから紹介しよう。こちら、こんな全部プチプチ巻いてある、すごいな。あ、もう見たことある人もいるね、うちの動画で、カルディでね前買ったカレーの壺、ちょっとすみませんね、カレーの壺、これは何かというと、スリランカカレーの、ちょっとこうなんて言うんだろう、あのカレー粉がねっとりした感じなの、ペーストペースト、そうペースト状で、これのいいところはね、もうなんせ化学調味料、私はよく KC って訳してるんだけど KC が入ってないのね、でカレー粉って結構 KC がたくさん入ってるのよ、普段、そうだから、あのいいカレー粉ないかなっていうことで、私は2017年ぐらいにこれを見つけて、また最近食べ始めたの、これすごい美味しいでしょ、もんちゃん。美味しいよ。美味しい。で、マイルドオリジナルスパイシーがあるんだけど、私はスパイシーが好きだから、あのね、大体野菜炒めて、これ入れて、トマト缶入れて、あとあればココナッツミルクとか入れるとより本格的になるんだけど、これ本当にね、めっちゃ作れんの、この一瓶で。22皿って書いてあるんだけど、これがね、560円ちょっとだったんだけど、これはもう味を知ってるから、今回5個、ちょっとこのまま備蓄するわ。これはね、備蓄兼ねてるから、もっとね、10個ぐらい買ってもいいかなと思ったんだけど、これはあんまなくならないような気がしたから、そういっぱい作れるし、だってこれでさ、110皿分あるんだよ。やば。だからとりあえず5個。はい。で、今このカレーにハマってるの、私。だから、あのカレーに入れるタンパク質源必要じゃない、で胸肉がうちにない時ってゆい缶詰所のツナ缶を私いつも使うの、若干ちょっとねツナ缶ほんのちょっと飽きてきたのね、そうあまりにも使いすぎて、ちょっとねツナ以外のものが食べたいなって思った時に、今ねもんちゃんから備蓄庫から持ってきてもらったんだけど、これでこの間ねカレーを作ったのよ、すごい美味しかったの ね。これオイルサーディンって言って、いわゆるイワシの油漬けみたいなオイル漬け、でこれね業務スーパーで買ったのよ、で1個ね100円しなかったぐらいだったの。イワシと大豆油と食塩って書いてあるでしょ、ほんとね。そうで、私はすごい体にね結構気をつけてるから、トレーニングの面で大豆油よりもオリーブオイルの方がいいじゃない、ってことで、オリーブオイルで漬けてあるイワシを探したのよ。ちなみにこれゆい缶詰所ね、で、あのツナに飽きたってのもあるんだけど、そもそもカレーにツナがあんま合わないのよ。やっぱパスタとか、サラダとか、なんかカレーになるとちょっとツナ違うなって思って、でそれでこれで作ったらよかった。でもこれは3つしか買わなかったの。私だから備蓄始める時に最初3つぐらい買うのよ。で美味しかったら2ケースぐらい頼むっていうルーティンだから。でこれ美味しかったんだけど、大豆油だし同じものが業務スーパーに売ってるか分かんないから今回 Amazon で買いました。こちらです。じゃ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 んじゃんじゃん。マイワシの油漬け、これなんとエキストラバージンオリーブオイルで
北海道産のイワシが入ってるの。で同じグラムなのに価格が2倍超します。これ、うん、1個233円なの、うん、なんだけどこのね原材料名見て、ちょっとピントがよく合わないんだけど、イワシとオリーブオイルと食塩でしょ、うん、何も丸いもの入ってないじゃん、うんうん、これでこのカレーの壺を使ってカレーを作ると、うん、今そういったルーティンにはまってます、うん、でこれ2ケースぐらい本当は欲しいんだけど、まあ、万が一ね美味しくなかった時に大変なことになっちゃうから、これ5個ね、うん、233円で5個かな。内容がね2から4匹だね、うん、はい。でこれを検索してる時に違ったものがヒットしたの、検索のワードで、うん、これもそれでいいじゃんと思って買いました。サバの オリーブオイル漬けこのねやっぱイワシばっか食べてるとまたそれで飽きてくるだろうから、うん、でサバのオリーブオイル漬けいいじゃんと思って、でこれなんとねガーリックオリーブオイル漬けもあるの、パッケージが黄色で、うん、それも気になったんだけど、まあ、まずはベーシックだということで、はい、おいいでしょ、うん、こっちとねこれね確か値段そんな変わらないのよ。なのにこっちの方が 50g 容量が多いから、えなんかいいなと思って。サバ、うん、食用オリーブ油、うん、食塩、そうそうそう、何も入ってないと、まあ、デザインもすごくいいし、なんならちょっとねこうゆい缶詰と並べたらさ似てる、めっちゃ可愛くない、うん、なんかやっぱ備蓄してるとね見た目のテンションも変わってくるのよスタックしやすいとかさ、うん、そういうものもね関係してくるから、でなんとこれ26年の7月12まで持つの。こっちがね26年の12月、すごくない？めっちゃ長いじゃん、2年半以上。そうだからまあこれはね早急に食べてみて美味しかったら多分2ケースずつ買い足すと思う。今私がケース単位で備蓄してるものってゆい缶詰所の缶と、イワシの醤油煮かなと、愛子ちゃんのサバ味噌煮、それと井村屋のゆであずき缶、これはもう絶対に私が食べるものだからケース買いしてるの、まあ、そこに仲間入りできたらなということで試食の6缶、はいはい、これだけでも備蓄になるんだけど私の中では試食で、タンパク質源がこのイワシかサバで、野菜でカレーの壺、まあ、あともう一つ足りないものがあるのよ、カレーといえば、うん、私が一番好きな具です、はい、こちら、じゃん、ひよこ豆一番好きだったの？いや、結構好きなのよまあガルバンゾっていうよね、うん、乾燥のこれ有機ひよこ豆、これも私は結構こだわって、水煮ってあるじゃん、うん、缶詰とかパウチ、キューピーから出てるパウチとかがあるんだけど、それはね、絶対に KC 入ってんの、うん、どう頑張っても KC 入ってんのよ、うん、確かに楽だよ、もうこれって夜中に水につけて、うん、朝起きたら、うん、こいつをさらに煮なきゃ食べれないの、あらだいぶ工程を踏まなきゃいけないじゃん、うん、それを全部はしょってくれてるのが缶詰とパウチなの、うんうん、なんだけどやっぱ、ね、こんな気にしてるのに急にガルバンゾでひよこ豆でケーシードっちゃ意味ないと思って、うん、まあ、今回ねこれ1キロの方が割安なんだけど、使い切れるかどうかとこいつがどれだけ膨らむかっていうのがちょっと分かんなかったから、そうだ、ね、試しの 500g でこれね賞味期限が24年の12月だからあんまし買いだめはできないね、うん、そう、でもやっぱねタンパク質も動物性ばっか取ってると、まあ、ちょっと体も重くなるし、まあ、そもそもちょっと抵抗がある、うん、生き物を食べてるっていう、うん、私はね、だからちょっと植物性に寄らせたら寄らせたいなって最近思ってきてるの、うん、でこれカレーだけじゃなくてサラダとかでも結構タンパク質あるから、そうだから結構私がね YouTube で見てるインドの、うん、なんだっけそれなんて言うんだっけベジオーガニックじゃなくてなんだっけビーガン、うん、ビーガン、うん、そう私が見てるインドのビーガンの IFBB プロの、うん、ボディービルダーの方がいるの、うん、頭にターバンを巻いてるね、うん、その人はずっとひよこ豆のカレー食べてるの、それで筋肉が維持できてるのよ、まあプロテインは飲んでるよ、うん、大豆のプロテイン飲んでるんだけど、なんかそれ見た時になんかそんなに鶏胸と思わなくていいんじゃないかなって最近思ってきて、うん、まあ、あと大豆の置き換えのお肉とかあるじゃん今、うんうん、なんかああいうのも挑戦してちょっとね動物性 100% から、まあ、初めは7対3ぐらい、うん、動物性7植物性3、うん、それがいずれ5-5になってきて
いずれ 7-3 時を逆転するような、感じでしていきたいなって思いがあるのよ。まあビーガンになるってことはちょっとできないと思うんだけど、私は、だからそういったことでね、こちらを買いました。改めまして、こちらが今回 Amazon で購入した商品です、はい、ちなみにこのね、イワシのオリーブオイル漬け、これね、ガーリックじゃないや、トマトもあるの、トマト煮みたいのもあって、それもちょっと気になってます、今回はカレーにまつわる備蓄を兼ねた買い物だったということです、最後までご視聴ありがとうございました。これからゆいの小部屋よろしくお願いいたします。皆様も Amazon で商品を買ってみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。